こんばんは、もふもふだおさんもふです。今日はですね、あなたの動画が再生されない理由っていうことで、YouTube のチャンネル登録者数をですね、どうやって伸ばして、またですね、再生数を増やすためにはどうしたらいいのか、そういうことについて詳しくですね、解説していきたいと思います。まあですね、YouTube やってないから関係ないや、そう思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、あの、これね、実はですね、マーケティングのすごい重要な基礎的なことをですね、解説するので、他のジャンルでもですね、むちゃくちゃ応用聞くんですよね。なので、これを知ってると、まあ、ブログであったりとか、商品売ったりとか、マーケティングができたりとかするので、ぜひですね、自分 幅を広げるためにも、ね、見てみてみくださいで僕自身どうやってるかっていうテクニックもね、駆使しながら実例を交えて分かりやすく解説していきたいと思います。まあ、僕自身ですね、チャンネル登録して今10万人超えてですね、始めてから1年3、4ヶ月ぐらいで来ることができました。で、何のバックグラウンドもない中で,ですね、まあ、これマーケティングの知識とかを駆使してですね、こういう風にやれば伸ばすことができるんだ。すごい役立つ情報を発信するので、ぜひ見てください。で、やっぱね、YouTube やってる方といろいろ話聞くんですけどやっぱ再生数伸びないでどうしたらいいでしょうかですね、 んですよね。まあ、ね、これ簡単な答えはないんですけども、でもダメな例っていうのは結構いっぱいあるんですよね。そういう気づいた例をですね、具体的に解説していきます。今日はまあ再生数の登録数伸ばす方法、どんな風にすればいいか、まあ見られない理由はこういうところにあるよっていうこととですね、まあよくね失敗しがちな例、僕もねよくあのブログやってた時は失敗してたんですけども、こういうのを解説していきます。でまあまずはあのなぜですね YouTube やるか、まあそこね結構固めた方がいいですね。 結構動画を出す理由ってなんかあると思うんですよね。例えばお金儲けのためとかね。YouTube 稼げる YouTube ドリブだみたいなね。全然ありだと思うんですけども。あとなんとなく面白そうだから。僕まあこれなんですよ。なんとなく面白そうだから。<laughs> あとスキルアップのためとかですね。 あともうね、これも僕もあるんですけど、役に立つとね、社会の役に立ちたい、こう、ね、いい情報を伝えてね、みんなのために立ちたい。もちろん動画を出す理由なんかあるはずなんですよね。なんかね、何もなく YouTube やろうって思うことはないと思うんで、なんかやりたいことあるはずなんですよね。で、もう一個、それをね、見られたいっていう、どうしてもその再生数伸ばしたいっていうふうになると、あのー、もう一個あって、あと動画を見る理由で、面白いとかね、面白いから見てくれるとかね、視聴者さんが。あとは興味がある。これどうなったんだろうと。やってみる系とかですよね。 あと、ま、なんかこう BGM があるとか、なんかこう垂れ流して聞いておきたい。ま、声がね、心地よいとか、なんかそういうのあったりするのと、あとは勉強したいとかですね。で、ま、この二つをね、あの、満たすのがあります。で、ま、例えば、ま、別に自己満足で動画出していったらね、別に再生されなくてもいいって、ま、それは全然ありだと思うんですよね。そういうふうに、あの、自分がなんで出すのか。で、あとどうやってね、なんでこの動画見てほしいのか。見た人はどういうふうになるのか。それがね、むちゃくちゃ重要なんですよ。 で、まあ、動画を見る理由に当てはまらない場合は、やっぱこう面白くないとか言うと、やっぱ見られないですし、これは当たり前なんですけど、ま、あとま、興味持たれない。ふーんって、好奇心もないからクリックもされないみたいですね。また役にも立たないみたいな感じで。 まあそうするとやっぱ YouTube からもですね、推薦されないクリックリストがなるんで、で YouTube から推薦されるとですね、拡散されるんで、ここはね、むちゃくちゃ重要なんですよね。なのでまあいろんな人に見てもらって、再生時間長くしていって、そうすると YouTube が推薦して拡散してくれる、そういう流れになっています。なのでまあ見える理由、この辺がね、面白くないとやっぱ流れ、見られないですと。あともう一個これね、忘れがちなのはですね、じゃあ誰のための動画なのか、これがね、ほとんどの人はあの、絞り込めてないです。 ターゲットはやっぱこう不明確なんですよね。誰が見るのこう、どの状態で誰が見るのか。そこがね、結構見えてなくって。まあそうなってくると、チャンネル全体の統一性がなくってですね、いろんな動画が出てしまいますと。そうなると、このチャンネルを見るメリットっていうのはなかなかわからににくくなって、登録しよう。また繰り返し見よう。そういうふうにですね、あの、見る意識がなかなかないんですよね。 で、まあ、無数の動画の中にどうしても埋もれてしまうっていうのがあるので、まあ、そうなってくると、なかなかですね、えー、このチャンネル、自分の動画を見つけてくれる可能性は少ないですと。で、そうするとやっぱ YouTube から推薦されないと、こ全体がごちゃごちゃしているとですね、やっぱ YouTube もこのチャンネルなんだっけみたいな感じで、どの人にこの動画を押していいんだみたいなのがわからなくなるんですよね。なので、これね、すごい重要なんですけど、ターゲットをね、まず絞りましょう。あの、広く取るとですね、ダメで絞りましょうっていうのが今の本当にあのトレンドで、みんな絞ってますね。 まあこれね、わかりやすく言うと、まあどっちがファンになりやすいか。例えばお店を出して僕がレストランを始めますとか、なんかお店を始めた時にですね、まあなんかこうファミレスみたいな感じ、お店出しますと。で、例えばメニューが豊富で、もうハンバーグもあるし、お子様ランチもあるし、またね、蕎麦とかお年寄りもいけるし、またね、ラーメンも出してますみたいなね、そういうファミレスをやりましたと。それと、例えば、ああもうこってり、超こってり油ラーメンを出しますと。 で、もうあの、これもターゲットはもう男性でですね、油っこいもの大好きな人に職人が作るもうむちゃくちゃこだわりのラーメンを出しますって言った時に、どっちがですね、ファンになりやすいかってことなんですよね。これ絞ってないと、あの、これぼやけますよね。例えばもうファミレスで言うとガストとか、あの、サイゼリアとかいっぱいあるので、その中にもう一個ね、あの、自分がゼロからこうやったところで勝てるわけがないんですよね。で、ここはもう、これは、ファミレスなんで何でも揃えるから、逆に何が特徴なのかわからないっていうのがあるんですよ。 でこっちは、例えば1000人ぐらいいたら5人ぐらいはね、なんか気に入ってくれそうな気はしますよね。で、その5人をターゲットに絞るんですよね。そうすると、まあ、超こだわりのあ職人のラーメンってことで、まずはそれでターゲットを絞ろうっていう。で、それをね、結構ペルソナって言ったりします。で、実は YouTube 同じでこ、いろんな動画出していってジャンルをまたいでいったりとかすると、結局ファミレスっぽくなっちゃうんですよね。もう何のチャンネルなんだろうって。 じゃあ、ここにファンになるかっていうと、なかなかファンになりにくい,いんで、もう一点突破でですね、もう、これ油っこいラーメン作って30代の人にですね、こう、油を提供するんだってよ。そういう風にして、ファンにこだわりをね、こう使ってある。まあ、そういうのはですね、まずは小さなところから進めるっていうのがすごいいいです。じゃあね、どうやってターゲットを絞るかとか、まあ、あの、ターゲットの絞り方ですね、 ま、あこれね、非常にマーケティングの中で重要で、まあ、あの、マーケティングやってる人はもう当然のように知ってるんですけども、ペルソナって言ったりとかして、まあ、パーソナルの多分、カタカナ読みでペルソナ、ペルソナ、多分日本語なんですかね、ペルソナって言ったりしていて、これね、特定の一人をターゲットにして、その人向けに作るっていうイメージなんですよね。例えば年齢とか性別とか、年収、家族構成、生活リズム、どんな暮らしをしているか、何に興味を持ってですね、どこに住んでるかとかですね、すべて、こう、事細かに書くんですよね、書き出して。で、その人物に向けて、 おすすめの商品とかをですね、動画を出すっていうのをですね、その、ドンピシャのですね、商品を作る、まあ、動画を作る。それがね、ペルソナの、え、やつです。で、これ自身ね、あの、自分自身もまあ、あの、こういうことをやったりとかしていて、まあ、例えば例を、具体的に出すと、 ま、30代の男性サラリーマンで、毎日仕事に追われてですね。ま、なんかこう、漠然とやってるけど、なんかちょっと将来に不安を感じていると。ま、このままでいいんだろうかみたいなね。ちょっと会社が潰れたらどうなるんだろう。でもなんか会社潰れたら困るし、ま、自分自身にスキルを身につけたい。みたいな。ま、そういう、例えばペルソナなですよね。 で、これ何かっていうと、これね、僕の初期のペルソナなんですよね。だから、こういう風に、僕自身は最初に男性のですね、サラリーマンをターゲットにして、まあそういう不安を解消するようなね、自分自身で不動産投資をできるような人で、まあそれに向けて、動画をずっと作ってきましたと。まあそこがね、僕の最初のスタートラインでした。 ま、それがね、意外とね、あの、僕、サラリーマン向け作ってたんですけど、意外とね、不動産投資家とかね、いろんな経営者とか見てくれるようになってですね、もともとここをターゲットにしてたんですけど、それが幅が広がっていくみたいなのがあるんですよね。ま、多分、こってりラーメンとかもそうですね。ラーメンとかでも人気が出始めると、ちょっとね、ちょっと食べて並んでる人が多くなると見、見たくなるみたいな、そういう感じなのかもしれないですね。で、まずおすすめは、やっぱ過去の自分に向けて、あの、動画作ったりとか、コンテンツ作るっていうのは、これね、ブロガーとかではみんなやってることですね。 特にね、その過去、例えばね、15年前の自分に伝えたいことみたいなね、で、全然わかんないじゃないですか、その、う往さをしてくるはずなんですよ。なんか勉強したりとか、なんかやろうとした時とか。で、まあそうなってきた時に、ハウトゥー系やる場合なんですけども、まあそういう時にね、それをこう、理論立っててですね、まあうおをせずにですね、一発でパーンとね、その、自分がね、この15年間学んできた知識と体系を一発でパーンとこうね、ストレートインストールできるようなそういうものがあれば、まあ多分ね、役に立つし、みんな見てくれると。 だとまあ、失敗談みたいにあったりとかすると、結構ね、モフさんの失敗談教えてくださいみたいなのよく言われたりするんで、たまにね、失敗談ね、出したりするんですけども、まあそういうのもやっぱ喜ばれたりとかするので、まあ、そうなるとね、ほんとね、過去の自分と同じような状況、あ、これ私のための動画だみたいな思ってくださるんですよね。でそうしたら、まあチャンネル登録していっぱい見てくれるっていうふうになります。他にもね、企業とかで、まああの、ジャガビー、カルビーさんのですね、ジャガビーとかがですね、まあ2007年とかにね、結構このペルトナで、えー、事例としてよく上がってますね。 この、えっと、なんだっけ、えっと、ジャガビーで27歳独身女性で文京区在住、ヨガと水泳に凝ってるとか、なんかすごいこう細かくして、その女性に向けてジャガビーを作ったら、まあ無茶苦茶売れて、あのー、販売停止まで、そのなんか、供給が追いつかなくて販売停止になったと、まあ、インテリアになるようにパッケージをオシャレにしたりとか、いろんなその、人に絞って <laughs> ほんと一人その、たった一人その27歳のね、あの、文京区に住んでる OL 女性社員に向かって、独身女性に向かって商品作ったにも関かかわらずいろんな人に売れたみたいな。だからそういうケースがあったりとかするので、ほんとそのターゲットを絞るっていうのはよく例にあったりしますね。あとこれもね、マーケティング業界で有名だと思うんですけども、あの、富士通とかが、富士通さんが、キズ抜けコンテンツ、 その作成のハンドブックで、その子供がどういう子供を生活してるかみたいなペルソナをね、こう出してたりとかしてですね。まあそれを元にこう作ったりとか、よく事例として紹介されてますね。 まあそういうふうにね、こう、絞ったりとかすると、やっぱこう反論は来るんですよね。まあ好きなことを自由にやってるけど、まあ稼げてるとかですね。あのデータ分析も何もせずにやってるけどですね。まあ全然再生数も多いですよ、みたいな方いらっしゃるんですけども。まあこういうタイプね、いるんですよ。だからまあ本当にね、二極化するんですよね。何も考えずにこう自己満足でこうやってると、それで再生数伸びるみたいなね。ほんとね、すごいんですけどね。まあ芸術家とかそうですね。もう独自路線で自分自身の世界観をバーンと出して、まあそれにそのみんな共感するみたいなね。 あの、超個性的、その人自身が超個性的とかあったりとかして、まあ、あのね、えー、包丁の方とかもそうですよね。あの、ひたすら包丁ね、あの、えっ、ー、と、名前ど忘れしてしまったんですけど、包丁をひたすら作って、それでもう何百万人チャンネル登録者数いるんですよね。圧倒的不信者の極みさんですね。 そういう風うに、もう本当にそれはターゲットも何もないですよ。ペルさんも何もなくって、こう自分の世界をね、俺が好きなのこれだって言っても、そこに没頭して、ぶわーってやってバーンってやるっていうので、それでヒットするパターンは確かにね、いるんですよ。ただその裏に、その何百倍も失敗して自分の世界だけ没頭して失敗する芸術家タイプの人はむちゃくちゃいるんで、その自由に好きなことをやって飲める。 人はまあ全然それで OK です。ただあの、そっちの方が多分はるかに難しいし難易度も高いと思ってます。その自分だけの世界っていうのはね、ほんと芸術としてその世界を切り開くっていうのはむちゃくちゃ難しいと思うんで。なのでまあ自己満足っていうか自分の好きなことをやって伸びる。それね、一つありだと思うし、自分本来ね、そういうふうに好きなことだけやって伸ばしたいっていうのはあるんですけども、なかなかね難しいと思うので、どうしてもこう視聴者の役に立つもの、視聴者が見てくれるもの、どういうのも望んでるからこういうの出そう。まあそういうちょっと打算的な考えが。 働いてしまうんで、まあそういうふうにしてるんですけれども。まあこういう反論に対してはね、確かにそういう人いる。ただ目指すのは、まあ難易度高いと僕は思うっていうことですね。で、まずはまあ絞りましょうってことで、まあね、先ほどのこのラーメンの例で言うと、もう本当にあのターゲット誰かっていうと、本当に2、30代の男性ではブラックこいものは好きな人っていうと、じゃその人をターゲットにしたら、じゃあどういう動画を出そうかっていうと、まあ本当にね、こってりのラーメンを出すとかですね。 で、まあ、何の動画を出して、じゃあ何の役に立つかですね。この30代の脂っこいもの好きな人に何の役を立つか。まあ、それがね、結構考えないといけないですよね。見たけど、何の役にも立たないし、面白くもないし、興味をないっていう風になっちゃいがちなので、何らかのね、あの、ハウトゥであれば役に立つとかであるし、なんかこう、興味ね、やってみたとかだと、えー、どうなってんのみたいなとかですね。あと、まあ、単純に面白いとかですね。そういうのをなんか提供しなきゃいけないですと。で、まあ、それをね、この道を突き進んでいけばですね、だんだんその認知されてくるんですよね。 ま、例えばこういう動画を出してるのはないないだ、まあ、不動産投資家で YouTuber と言えばモフモフだみたいなのがブランディング取れてくるわけなんですよね。そこでまず認知されるわけなんですよ。で、注意しなきゃいけないのはこの段階でもうあの、ラーメン出したりいいとかですね、いろんなものを出しまくるとファミレス化しちゃうんで認知されないんですよね。この人はなんかいろいろやってる人だけどなんだかわかんないって言って、記憶にも残らないみたいになっちゃうので、まずは僕はですね、こう、ま、あ 一点何かから、えっ、ー、と、攻めていって、まずその、この人はこういう人だっていうのをね、あの、見て認知されるっていうのは結構重要かなと思ってます。で、まあそうなってきて、だんだんですね、ちょっとあの、まあラーメンじゃなくて他にも手出していいのはね、あの、ブランディングできてきたら次、そういう風に次のことを言ってもいいかなと思ってます。まあ次何出すかっていうと、やっぱりこれ見てくれてる人に相性いいものを出すんですよね。ここでね、急にタピオカミルクティーとか出したりとかしたらダメなんですよ。当たり前ですけど。なので、まあ相性のいい商品を出すんですよね。 なので、例えば、まあ、チャーハンを出してみますとかね、なんかチャーシュー丼を出してみます、油丼を出してみますとか、何でもいいんですけども、その幅をね、ちょっとずつこう広げていくんだとしたら、この、本体をずらさずにちょっとこう、相性のいいものを出していく。まあそこをね、間違えると全然違う、このなんか急にね、あの、えー、取れたて野菜のね、こうなんかシャキシャキサラダとか言ってもですね、このラーメンとはやっぱこう、ちょっと油っこいものとこう、ヘルシーをこう、歌ってるとこう、相性が悪いので、それをね、こう、 考えずにやっちゃうっていう人は結構いますね。まあ、なのでじゃあ具体的にですね、失敗しがちなパターンですね。まあ、必ずね、失敗するわけなくて失敗しがちですね。これなんか絶対はないですね。YouTube もわけわかんないので、何が人気にできるかぶっちゃけわからないんですよ。ただ、こういうケースは失敗しやすいってことなので、絶対これが当てはまるわけではないので、ちょっとそこだけ注意してください。なので結構で、ね、YouTube の SEO とか何が伸びるか非常に難しいです。ただ、まあ、こういうね、ケースがありますよっていうので参考程度今。 だけ考えてください。なので、まずはこのね、なんで自分が動画を出すか、まあ、本当に役立つのか、お金儲けなのか、まあ、それと、まあ、本当に動画を見てくれて、見てくれた,った方が何の役に立つのか、そこがね、結構ブレてるんですよね。で、さらに、誰のために出すのか、そこの3つがね、あの、ガチッと固まってると、結構ね、ぶらさずに行って、まあ、認知されやすいっていう印象があります。 でまあ失敗されがちなパターンはもう誰のためだかわからないと。誰のためでもないみたいなね。<laughs> じゃあ何の動画だみたいな。なんとなくまあ面白そうだからみたいなね。動画だったりとか。まあ、見たら何のためなのか不明。面白いのが楽しいのがなんかよくわからないけど、まあ、とりあえず出したと。 なんかね、例えばまあ料理動画とかであってもなんかこうね、それ料理を見てくれる人は誰なのかみたいな、何歳なのかとかね、あのどういった状況でその動画を見るのか、見たら何になるのかみたいな、その、見たらその目で楽しいものなのか、音を楽しいものなのかとか、そういうのがまあ固まってなくって、統一性がないっていう風になっちゃったりとかですね。 またああまあ、チャンネルの内容が結構発散していると、例えばまあ、あの、ダイエットチャンネルみたいな感じで、こう、ダイエットでバーってやって、まだそのね、認知、ダイエッターとして認知されてないのに、なんか、うちのペット可愛いですみたいな動画出したりとかしたり、なんかちょっとあの、公園に遊びに行ってみましたとかね、なんかそういう動画出したりとか、なんかその、関係ないものをバッと出してみるみたいなのは、まあ、試してみる気持ちはあるかもしれないんですけども、あんまりね、こう、プラスに働くことはないですよね。で、このダイエットしまくってる、 人の中の動画で、その、ただまあ筋トレとかなんかそういうジャンルでいきなりね、こうなんか犬の動画あって、仮にその犬動画をバズったとしても、あ犬が可愛い、じゃあこのチャンネル登録しようっていうのは結構なりにくいんですよね。なのでその、面白系とかなんか一発バズったからそこでチャンネル登録むちゃくちゃ増えるっていうことはね、結構難しいですよね。でこういうのが抜けてると、やっぱこう、再生とかね、チャンネル登録とかやっぱ難しいですと。 まあ自分の場合のこの理想のね、チャンネル登録の流れっていうのは、まあなんかこう将来が不安で勉強したいとか、なんかこうもっとね、学びたいとかですね。これはなんかそういう知的好奇心が高い人で、まあちょっと気になるな、みたいな感じで。 ま、それで、動画見てくれて、ま、勉強になるから登録しろとかですね、役立つからもっとね、こうやりたいとか、いろんなこと見たいみたいな、ま、そういうね、こう、モチベーション高くて、いろんな興味ある人がですね、この動画多分、あの、この見てくださってる方もですね、こんな、こう、なんか堅苦しい動画見てくださってるんで、こういう、こう、なんか、モチベーション高くですね、自分をもっといい方向に持ってきたい。ま、そういう人が見て、ま、この流れをね、むちゃくちゃ強く意識してるんですよね。だからなんか、この動画であれば、この僕が今撮ってる動画であれば、その YouTube を伸ばしたいだとか、マーケティング、その顧客、クライアント、 ちゃんとがどういうことをね。こう望んでて、それに見合ったものを出していくで、それは何のためにその商品があるのかっていうね。その商売の基本になってるんですよね。それはちょっと伝えたいと思って、この動画は強く意識取ってるんですけれども。なので動画一個一個に目的があるんですよね。まあ、たまにないのもあるんですけども <laughs>。なので、まあ僕の動画だとね。結構30代のですね。まあ、あの90%ぐらいは男性になってるんですけどもま30代以上がまああの。 ほとんど90%ぐらいですね、見てくださってるんで、まあ、そこをね、強いターゲットにしてますと。でも本当にね、知的国心旺盛でですね、もう何でも勉強したい、もう役に立つこともね、取り込みたいみたいな人がすごくて、あ、こんなにね、学べたいと思ってる人いるんだっていうのはですね、すごい今強く感じてますね。なのもう役立つ情報ならですね、もう貪欲にね、こう、 えー、勉強するし、多分僕自身が面白いと思ってることをね、同じように面白いと思ってくださる方がすごい多いんですよね。なのでね、こう、多分最初は不動産投資の動画しか出してなかったんですけども、まぁ、あ、ちょっとね、たまにね、こう最初ね、あのー、エウロパに生命はいるかみたいな動画を出して、1ヶ月ぐらい出して、人たちお試ししながら、まあ、なのでこの不動産投資とか好きな人たちはですね、何が好きなのかってちょっとそこに探りながらですね、まあ、科学であったりとか株とかね、経営とかね、経済。 あと、税金とかも話したりとか、お金についてとかですね。いろいろ試してみましたと。で、相性はやっぱ悪いのはですね、こう、ぬいぐるみ系でなんかこう、何の意味もない動画やっぱ見られないっていうのが分かってきたので、エンタメ系はですね、こう、サブチャンネル、もふもふ TV っていうのに移して、なんかぬいぐるみと戯れる動画をちょっとひっそり撮ってですね。まあこっちはもうこういう、本当に知的好奇心旺盛でなんか役に立つし、なんかこう、勉強したりとか、まあ社会はこうなってるんだみたいなね、そういう、ものすごい、その、すごい方々に向けて、今僕はやってると。 なので、まあ、これもね、本当不動産投資だけではなくて、軸をこうね、増やせたからこそ、こんだけね、チャンネル登録してくださってる方が増えているのは間違いないと思ってます。で、まあ、いろいろやりにや、や、やりまくってもですね、やっぱ YouTube って難しいんですよ。い、ま、ろ、あ、んなことをやってきてるから、僕、わかるんですけども、YouTube はね、ハードル高いですね。あの、できる人とできない人の差っていうのはやっぱこう、 激しくて、過酷なレースです。これね、あの、ブログとかの方がよっぽど楽ですし、あの、不動産投資よりもやっぱ YouTuber になる方がやっぱハードル高いですね。難しいです。なので、まあ、考えてね、こう、ペルソナルやろうと何やろうとね、伸びない時はあるんですよね。僕自身もね、伸びない時があったんで、もういろいろ試行錯誤してもダメな時はダメなんで、まあ、それでも心折れずにですね、まあ、動画出し続けるというのはやっぱすごい重要ですよね。 ま、自分としては週1本以上ですね、定期的に出すっていうのがおすすめですね。こうなんか1ヶ月つ1本はちょっと少ないかなって気がするんで、頑張って週1本以上ね。ま、できればね、毎日とかいいんですけども、ただ毎日出すの必須かっていうとそうじゃないですよね。だから週1回とか2回とかでも伸びてる人は伸びてるんで、ま、やっぱ定期的に見て、ま、こうなんか習慣化させるっていうのがやっぱ重要なので、ね、あの、ドラマとかでも週1回とかですよね。からそのペースが多分、あの、日本人っていうか、身についてるんだと思うんで、ま、週1回ね、 土曜日とか金曜日とかの夜に出すとか、ま、まずはそこからですよね。ね、あの、ドラえもんがね、あの、夜ね、あの、7時から週1回あるから楽しみに待つみたいな、そういうなんかこう、執着、定着させるみたいなのすごい重要だと思います。で、データをね、分析して、ま、それでね、あの、いろいろ判断するっていうのはすごい重要になってくるんで、ま、難しいけど、ま、そういうのデータも判断しつついろいろね、こう、相手見ながらやって、 あのダメなものはダメだし、ま、あの、やったからといって伸びるってわけじゃないっすね。で、まあ、データ分析についてはですね、この、データ分析しないとお金は稼げませんと再生リストをあ、詳細欄貼っとくんで、ぜひ見てみてください。あの、データ分析の下方解析、解説してるんで。 なのでやっぱ YouTube は難易度高いんで、まあ、特にね、動画とかは、その人の時間を奪うんですよね。30分の動画って、その動画の中が何かっていうのをですね、簡単に人は読めないんですよね。だから、その動画を見て、全部30分見て、あ、楽しかった悪かったって判断するにはすげえ負荷がかかるんですよ。すぐにわからないから、やっぱこう、ブログとかでも斜め読みとかね、流し読みとかしてさーっと見れるんですけども、動画ってそれができないんですよね。興味がなければすぐもう離脱されるんですよね。 で、しかも今、競合がすごい YouTube 入ってきて、まあ芸能人も入ってきたりとかして、もうね、YouTube はもう本当に今過酷、ビジネス系も今ようやくいろんな人が入ってきてるんで、まあ簡単ではなくなってきてると。なので、まあまずはですね、あの、伸びる伸ばすのは難しいっていうのはあるんですけども、まあ誰のために立つかとかですね、そういうのをまあ分析しながらコツコツ続けてデータ分析すれば、まと、あ、自然とですね、こう、YouTube から押されるようになっていく。まあそれがですね、えー、すごい大切だと思ってます。ってことで、 まあやっぱ YouTube で再生される理由についてですね、やっぱこう誰が見てるのかとか、やっぱこうぼやけてたりとか、まあ見た人がどうなるのかとかですね、まあそこがですね、自分のやりたいこととマッチしてないっていうのが結構多いですと。まずはね、そこを常に固めつつですね、そこからブレないようにして、その見てる人にこの人は何の人で、それで見るとこういうメリットがあるから、じゃあ見ようって思わせるっていうのがですね、まあビジネス系とかであれば、まあすごい重要かなと思います。で、まあ、 ファミレスを目指してしまうんで、まずはですね、なんか絞ってですね、えー、なんてか別にファミレスが悪いって言ってるわけじゃないですけども、僕らがファミレスになろうとしてもなれないよっていうね、その何でもこう実績ある人がいろんなことやって、この人がやれば何でも見るっていう状態には絶対ならないんでいきなり。まずは1点突破で1個から就、あの認知されるっていうのはすごい重要です。 なのでまあ将来的にはファミレスでいいのかもしれないですけど、まずはもうなんか一点突破がいいと思います。あとは動画の本数が足りなくてね、5本しか出しなくて再生されませんとかっていうのはまあ全然当たり前な話なので、まあ1年間ね、動画出し続けて、まあそこら辺からスタートラインかなみたいな感じはしますね。なので、ちょっと出してバズって、まあすぐお金儲けできるって人は中にはいるんですけども、まあそういう簡単な世界ではないかなっていうふうに僕は思ってます。まあ中にいるんですよ。まあ5%とか10%ぐらいの人はそういう方いらっしゃるんで、あの珍しいんですけれども、なかなかね、難しいなと思います。 はい。で、えっ、ー、と、どうやったらね、YouTube になれる、YouTuber になれるのかとかですね。まあ、YouTuber でどれぐらいお金稼げるのかとか、再生リスト作ったりとかしているので、ぜひですね、見てみてください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただける嬉しいですこ。このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済ニュースとか、役立つ情報を発信していっているので、もしよかったらチャンネル登録をぜひお願いします。またですね、あの、いつもコメント、高評価ありがとうございます。 あの、いつも本当にね、応援していただけ本当に嬉しいし、やる気頑張ってありますので、またね、役立ったら SNS とかでですね、シェアしていただけると嬉しいです。また Twitter ですね、有益な情報を発信してるんでよかったら登録してください。あと LINE アートですね、不動産投資のチェックリストはプレゼント中です。ぜひ登録してみてください。それではどうもありがとうございました。ウェイ。